こんにちは、星耳です。今日は私たち夫婦2人暮らしの家をご紹介します。まずざっくり家の情報をお伝えすると、場所は東京都港区で、広さは42平米、間取りは 1LDK で、夫が私と出会う前の今から3年半前に夫が一人暮らしをするために35年ローンで買った4000万円の中古マンションです。あくまで夫が一人暮らしのために買ったマンションなんで、正直そんなに広くはないんですが、夫婦二人で住んでもね、全然問題ないぐらいの広さなので、ここに今は二人で住んでいます。ということでね、早速玄関からお見せしたいと思います。まずこちらが玄関です。ここに傘立て置いてて、でこっちが靴箱なんですけど、中をお見せすると、こんな感じで上の方に夫の靴を置いてて、次真ん中の方に私の靴を置いていて、下の方がねすごい生活感あふれる感じなんですが、掃除道具とか折りたたみ傘とかそういうものを突っ込んでいます。次に玄関のすぐ横にあるこの扉なんですが、ここがトイレです。ちょっと中をお見せするんですが、特にねご紹介することもないような普通のトイレでございます。上の方に収納があって、ここにはトイレットペーパーとかを入れています。そしてこちらがリビングダイニングキッチンで、私の部屋でもあります。私の部屋なんで、私のデスクとか私のベッドなんかも置いています。ここを私の部屋ですってご紹介すると結構びっくりされることが多いんですが、この家 1LDK で、この部屋ともう一つの部屋しかないんですね。で、もともと夫と一緒に住み始めた頃は、このリビングダイニングキッチンに2人のデスクを置いて、食事を食べるテーブルを置いて、で、もう一つの部屋を2人の寝室として使ってたんですが、2020年に入ってコロナで2人とも在宅ワークになっちゃったんですよ。で、在宅ワークで同じ部屋で仕事をしてると、お互いの電話会議の声とかが気になるよねってなっちゃって、それで部屋を分けることにしました。なので別にね、仲が悪くて部屋を分けてるとかいうわけではないので、ご安心ください。で、ざっくりこの私の部屋でもあるリビングダイニングキッチンをご紹介していくと、私はね、毎日ほぼほぼここのデスクに座って仕事をしながら一日を過ごしています。この椅子とデスクに関してはニトリで買ったもので、それ以外のものは楽天とかアマゾンとかで買い揃えていったような感じです。で、このデスクの横に置いてあるのがサンスベリアっていう観葉植物です。これ最強の観葉植物って呼ばれてて、あんまり水やりも必要ないし、虫もつきにくいのに、めっちゃ空気をきれいにしてくれるっていうので、最強の観葉植物って言われてて、なんかすごい癒されるし、結構好きなんですよね、これ。で、仕事の休憩をするときは、大体いつもね、この無印良品のソファーに座って、スプラトゥーンしてます。もうスプラトゥーンがね、楽しくてね、やめられないんですよね。どうしようかなって感じです。あと食事を食べたりとか、まあ、夫とグダグダする時なんかもね、このテーブルとかこのソファーの周りにいることが多いですね。で、何度も言うようにここが私の部屋なので、ここにベッドがあります。最初はね、リビングで寝るのにやっぱり違和感はあったんですけど、慣れるとね、特に問題なく寝れるようになりました。で、私ね、シーツとかこういう布団カバーとかタオル生地のものが好きで、まあ、そうなると結構可愛い柄のものが売ってなかったりっていう問題はあるんですけど、結構汗を吸収してくれるような感じがあって好きなんですよね。ちなみにこれはニトリで買いました。で、お次がキッチンなんですが、ここが結構広くて、コンロも3口あるし、大きなね、食洗機もついていて結構便利です。でいて、ここに自動調理器のホットクックを置いてるんですけど、これ食材突っ込んでボタンを何個かピピって押しておけば勝手におかず作ってくれるんですよ。本当に便利なんですよね。これに関してはまた別の動画で詳しくレビューしようと思ってます。で、冷蔵庫の中身をお見せすると、じゃーん、こんな感じです。飲み物と調味料ばっかりで、食べ物はあんまり入っていません。というのも、明日に新しい冷蔵庫が届くんですよ。
これね、私が8年ぐらい前に一人暮らしのために買った冷蔵庫で、一人暮らしだとこれで十分だったんですけど、夫婦でねこれを使うってなるとやっぱりこれじゃちっちゃいなっていうことで大きいのを買ったんですね。で明日の午前中に大きいその冷蔵庫が届くので、今はその入れ替えのこととか考えて、調味料と今日の晩ご飯ぐらいしか入ってないような感じになってます。次はお風呂と洗面所をご紹介しようと思うんですが、こんな感じですね。こちらが洗面所兼脱衣所ですね。入り口入ってすぐのところにドラム式洗濯乾燥機を置いてあるんですけど、去年これ買ったんですけど、これ買ってから本当に家事が楽になったんで、家事を減らしたい方はこちら本当におすすめです。で洗面所なんですが、まあ特にねご紹介することもない普通な感じなんですが、鏡の後ろも収納になっていて、でここに化粧品とかね、コンタクトとかいろいろ置いている感じです。でここがお風呂なんですが、最近あんまりちゃんと掃除してないので、ちょっとだけねお見せするとこんな感じです。はい、終了です。今までお風呂掃除は家事代行さんにお願いしてたんですけど、コロナ騒ぎが始まってから家事代行さん呼んでなくて、かなりお風呂掃除が適当になっちゃってる感じです。最後は夫の部屋をご紹介します。ということでお邪魔します。夫のデスクとベッドがあって、あとはいろんなものが置かれています。夫はね、いつもこのデスクで仕事とか勉強とかしてるんですが、いつもこのソニーのノイズキャンセリング機能がついたヘッドホンをつけてて、これをつけると私が隣の部屋でうるさくしてても静かに集中して仕事ができるらしいです。でここ夫の部屋でもあるんですけど、夫と私の2人の物置部屋にもなっていて、ここに2人のスーツケースだったりとか、あとこれ掃除機とか、あと2人の本棚とか、あとここにね大きなクローゼットがあるんですけど、ここに2人の服なんかも入れています。掃除機は去年にダイソンのコードレス掃除機を買ったんですが、コードレスだし布団とかの掃除機がけもできるので便利で気に入ってます。でここに2人の本棚があって、その上に置いてあるこの子たちは夫と一緒にねアメリカのディズニーワールドに行った時に買ったダッピーちゃんですね。でここに大きなクローゼットがあって、中をお見せするとこんな感じで、こっち側に私の服がかかってあって、奥の方に夫の服がかかってるような感じですね。というわけで今日は私たち夫婦のねお家をご紹介したんですが、私が今妊娠6ヶ月で2021年の2月に赤ちゃんが生まれてくるので、またねその前には部屋の中のね家具をいろいろ動かして、こっちに夫と私のデスクを持ってきて、でもう一つのね部屋の方を赤ちゃんを含めた3人のね寝室にするような感じにしたいなと思ってます。さすがにねちょっと赤ちゃんが大きくなってきたら、まあもう3人でこの家で過ごしてだったらちょっときついかなっていうのはあるんですが、それまではね工夫して3人でこの家でしばらく住んでいこうかなといったところです。ということでね、これからも私の妊娠生活とか私生活とか、あと勉強本なんかをね発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。